橋口洋平は日本のポップロックバンド、ワッチのボーカルギター。血液型は B 型。出身の市は東京都梅市。通った学校は立教大学社会学部。また、使用している楽器はアコースティックギターである。橋口洋平は、ワッチのほぼすべての楽曲の作詞、作曲を手がけている。他にも、藤木直人のタクシー、 夢の答えや中谷に有心の若葉ラバーなど、他アーティストへの楽曲提供も行っている。メガネをかけているが、レンズの入っていない、伊達メガネである。ワッチ結成前は、心トロンというグループとして活動していた。二度の脱サラを経験し、現在に至っている。ワッチの公式キャラクターである、ワッチ校のモデルである。ギターの他にブルースハープを演奏することがある。 また、アーティスト兼モノマネタレントである、松浦広大のモノマネレパートリーであり、実際にやったこともある。ドラえもんが好きで、様々な角度のドラえもんの絵を描くことを特技としている。TBS、サワコの朝で、ゲストの高木奈々が今、心に響く曲として、ワッチが、ぴょんちゃん五輪を、高木姉妹のために作った作詞作曲、橋口、ガッツポーズをあげ、 この曲を聴いた時は、妹の高木美穂も泣いていましたと語った。中谷優真、藤木直と松浦孝大。ありがとうございます。